い、どうも皆さんこんにちは。ゆうたです。はい、今日ねこちらからお見せしましょう。はい、こちらの子ね、グラント白カブトちゃんですね。うちでね10匹かな、10頭ね幼虫ちゃん育てまして、ねさなぎの状態でねちらほら落ちる子もいたんですけど、メスがね1頭しか羽化しなくて、でまあ僕ねあのモロンオオカブトとか、まあ、モロン白カブトねとかマヤ白カブトとかにちょっと力入れたくて、グラ白はですねまあ買ってくれる人がいたらまあ売ろうかなと。でまあ売れなかったら僕ブリードしようということで出品しておりましたところですね、買ってくれた人がいたので、あのメスうちにいません。で多分ねこれ最後のオスだと思うんだけど、最後の子はね羽化してきました。ちょっと小さいんだよね、54ミリとかかな、ちょっとちっちゃくなっちゃったんですけど、非常に可愛くて元気でね、もう餌食べ始めてるんですよ。まあ、ただね、ブリードする予定はないんで、このままね、うちで。ちょっと今度ね、ハムスター用のゲージがうちで余ってて、あの、ガラスのね、ゲージが余ってるんですけど、ちょっとね、カブクワのね、なんて言うんだろう、あれ、クアリウムみたいなやつ、まあ、うちで栄養生を過ごす子たちをね、まあ、何匹か喧嘩しない程度にね、入れて、まとめてね、こうちょっと、なんて言うんだろうね、観賞用のゲージをね、作っていきたいなと思っております。はい。グラシロちゃんね、可愛いよね。ほんと可愛いんだけど、見れば見るほどね、ブリードしたくなっちゃうんで、あんま見ない方がいいかもしれんよね。まあ、そんなこと言ってもね、ちょっとお世話するんですけどね。可愛いね、ほんとにね。はい。ということで、はい、今日はね、こちらですね。ここ。はい、こちらでございます。はい、虹色クワガタと、ムニスゼッチ二股ね。ちょっとね、幼虫ちゃんプリンカップ入ってるんで、もう食い上がっちゃうんでね、もうそろそろ。はい、河原のね、ボトル用意してるんで、お引越ししていこうと思います。はい、ボトルはね、こんな感じで、常温に戻しときました。僕がね、培養した河原ボトルですね。まあ、実はね、ムニスゼッチ2匹いるんですけど、今のはね。今の2匹いたんですけど、こぼれ落ちてた、まあ、採卵がね、できなかった、なんて言うんだろう。セット、放置したセットが2匹出てきたんで、ちょっと用意してなかったんでね、一応800のボトルに入れようと思います。で、800のボトルがね、虹色も800のボトルでやろうと思ってたんですけど、ちょっと足らないんで、2個だけね、この500のボトルに入れたいと思います。虹色のちっちゃい方かな？ちっちゃい、虹色の子をこの2つ小さいボトルに入れていきます。はい、ということでね、虹色ちゃんが6頭分ね、ムニスゼッチ二股はね2頭ですね。はい、行きましょう。はい、じゃあムニスゼッチ二股から行きます。うちではね、ムニスゼッチはもう最初から最後までね河原禁止でやってます。で、初齢でね投入した子も結構元気にね育ってるんで、まあなんか環境とかもいろいろあるかもしれないけど、あんまりねこう初齢からムニスゼッチはあんまり河原禁止に入れない方がいいよねみたいなのもあるんですが、うちではね元気にやってるんで、この子たちも河原禁止速攻で入れていきたいと思います。はーい。ちょっとオスかメスかはね、僕ちょっとわかんないんだよね。オスかメスかはだいぶ黄色みが強いんだけど、一応ラベルではね1月孵化なんで、まだ半年なんで、まだもうちょっと幼虫やってくれてると思います。何グラムでしょうか。見えないね。お、5.2。割と大きいね。はい、じゃあね、河原禁止、がっつり回っておりますね、ちゃんとね。真ん中にね、穴開いてるんで、まあ一応この辺の真ん中の皮だけ取ってね、入れていきまーす。はーい、いってらっしゃーい。一応マット入れときますね、上からね。で、一応ムニスちゃんはね、このまま1本で羽化までさせようかなと思っております。ちょっとね、800じゃちっちゃいんじゃないのっていう説はあるんですけど、一応ね、スケジュール的には、基本500か800の禁止を使った後に、まあ、マットに変えて羽化させるっていう感じにしてるんですけど、この2匹はね、ちょっとスケジュール合わなかったんで、禁止でね、800の禁止で羽化まで、ちょっと引っ張ってみようかなと思っております。はい、じゃあ、ムニスちゃん2匹目。この子も、こう、オスかメスかがね、もうほんとわからんのよね。この子だいぶ色味が、まだ浅いね。さっきの子はもしかしたらメスで、この子はオスかもしれない。なんかね、メスの方がやっぱ最初の体重乗りやすいような気がするし、黄色みがね、入りにくいのもオス、みたいな感じがしますね。卵巣でね、よくお尻の方で見極める方いるんですが、ちょっとね、経験が浅すぎるね。またなんか今度まとめてね、幼虫が見える時があったらやってみようかなと思います。3g だね。はい、じゃあこの子もね、ちょっと、元々のマットちょっと入れまして、はい、いってらっしゃーい。
はい、二股クワガタに関してはですね、また今のね、500cc のボトルに入れてる子、禁止のボトルに入れてる子のマット交換もしなきゃなんで、またね、動画にしていきたいと思います。こっからは虹色クワガタですね。一応ね、僕があの前やったあの、白目のお母さんからの子でございます。ちょ、ラベル一緒なんで全部出しましょうか。で、大きい子をね、800の禁止に入れて、ちっちゃい子を500の禁止に入れていこうかなと思います。ああ、でも全然、わからんもんだよね。虹色もね、成長するタイミングがね、あの、その時期になると急成長するんで、この辺はね、あ、この子でかいな。あれ？洋室じゃないよね。洋室じゃないとは思いますが。一応ね、まあ、半分白目の血が流れてるということで、まあ、この子たちはね、黒目で出てくると思うんですけど、この子たちの兄弟同士ね、掛け合わせたら、25% の確率で白目で浮かしてくるんじゃないかというラインですね。まあ、この子たちは黒目だね。この子たちは黒目で出てきます。わ、この子も大きいなぁ。この子も大きいなぁ。あ、この子はメスっぽいね。あ、見て見て見て。これね、プリンカップ噛みちぎりそうだったね。これ危ないね。河原の禁止、やっぱね、マット入れてるとあんま怒んないんだような気がするんだけど、禁止入れてるカップってね、よく噛みますよね。多分わかんないんだよね、硬くてね。頭の幅的にこの子多分メスだね。この子多分ね、メスだと思うんで、この子は500のボトルに入れましょう。とはわからんね。この子怪しい。あ、この子メスかな。いやー、わからんな。この子メスっぽいよな。この子メスっぽいんで、じゃあこの子もあの500のボトルにしましょうか。はい、そうしましょう。ちっちゃい2匹というよりは、これマットだった2匹はね、まああんまり大きくなってないんですけど、あの、こっちの2匹をね、500のボトルに入れていきます。多分メスだと思うんだよね、頭のサイズ的にね。はい。はい、じゃあまずこの子からいきますよ。何グラムですか？あ、9.3。だいたいね、虹色のメスってね、ピークで10グラム前後ぐらいだと思うんで、多分メスなんじゃないかな。で、ちょうどピークぐらい、割ともう黄色みが出始めてると思うんで、この子たちはね、ほんと気使わなくても丈夫に育ってくれるんで。はい、いってらっしゃーい。メスだとね、多分500のボトルでも全然、上手に食べて、ちょうどいいぐらいのタイミングになってるんじゃないかなと思います。じゃあ、この子行きましょうか。はーい。多分この子もメスであろう個体ですね。頭の幅で大体でね、判断してるんで、はっきりはね、わかんないんだけど、7.4。はい、いってらっしゃーい。入れるかな、これで。で、この子たちね、ホワイトアイのね、あのお母さんなんですけど、実はね、まだね、産卵セット潜ってくれてるんですよ。多少ね、産んでくれてるんじゃないかなと思います。だから、兄弟はね、まだまだ増えると思います。4グラムかな？割り出した時にちっちゃかった子を、まあ、プリカマットでね、プリカのマットで、管理してたんですけど、やっぱ、マットだとね、ほんと大きくなるのがゆっくりですね。ほんとにね。はい、いってらっしゃーい。はい、じゃあ、もう一頭のちっちゃそうな子。実は脱皮したてかな？案外脱皮してからあんまり血が立ってないような感じもしますね。はい、4.7 かな？はーい、いってらっしゃーい。ちょうどいいね、サイズが。はい、じゃあ、おっきい子行きましょうか。この子から行こうかな。おっきいな、もうだいぶ。これね、多分12、3グラム乗ってると思うんですよ。まあ、で、おっきい子はね、20グラムまではいかないけど、16、17グラムぐらいまで全然大きくなるんで、この子は期待できるんじゃないかな。はい、14超えてるね、14.1。はーい。じゃあ、結構大きめに穴開けたけど、入れるかな。よいしょ。ツン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 。大丈夫そうかな？はい、じゃあ本日交換ラストの子ですね。はーい。おっきいよね、結構。虹色っぽいですね。お尻がね、キュッと締まってて、ちょっと珍しい形の幼虫なんですけど、虹色っぽい。ほんと虹色っぽい。はい。よいしょ。おー、15.8 はでかい気がするぞ。多分ね、15.8 は結構大きい方だと思います。15.8。はーい。いってらっしゃーい。入れるか？ちょっとちっちゃかったかな、穴が。はーい、いってらっしゃーい。はい、マット交換ね、完了でございます。で、一番虹色で大きかった子が 15.8g、この子だね、だったんですけど、うちにね、虹色のね、63mm が、あ、いた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 い。
いたね、ここにいましたね。いるんですよ。で、この子ね、割と大きかった。この子ね、確かね、17グラムぐらいだったんですよ。確か。まあ、計測するね、タイミング云々があると思うんで、まあ、一概にはね、言えないんだけど、一応ね、だからまあ、18グラムぐらいまでいけば、このぐらいね、かっこいい子がね、羽化してくるという感じですね、虹色ちゃん。結構立派でしょ？ちょっと背中のね、あの子のボコつきはまあ気にはなるんだけど、この子まだね、うちでね、子供取れてなくて、もう交尾させたいんですね、一回もね。そろそろね、一回ペアリングして、またこの子もね、取っていきたいかなと思います。こういう子がね、たくさん羽化してくれたらなと思います。で、ムニスちゃんはね、ここにいるんですよ、ここらにね。はい。で、まあ、ボトルにもうね、あの、マットにしてるやつらもいるんだけど、ちょっと見えないかな。禁止のね、もう禁止、ほら、500のボトル食い上がってる子もいて、これちょっともう交換しなきゃいけない。次のボトルをね、もう用意してあるんですけど、ほら、こんな感じで。なかなかね、二股ってね、体重が乗らないんですね。僕もね、前やった時一番大きかったのが6グラム前後だったんで、ちょっとよくわからないんだよね、幼虫の飼育の云々が。で、最初マットでやったからはっきりしなかったんだけど、やっぱね、河原でやるとまあそれなりに大きくなるよねという感じですね。一応書類から入れても全然大丈夫そうですね。この子もね、書類から入ってますけど、ほら、しっかり食べてますね。最初ね、見えないんですよね。1ヶ月ぐらい全然見えなかったからすごい不安だったんですけど、またこの子たちのね、マット交換もしていきますので、興味ある方ぜひね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。もうムニスはね、これ 5.2 って多分結構でかいんだよな、すでに。